それをカートに入れて。トマトあった。えらいぞペッパー。トマト、一つ目のお買い物は終わりだ。次は何だったかな。スパゲッティ。ピーゲッティ。そうだねジョージ、でももう一度言ってごらん。スパゲッティ。ピーゲッティ。スパゲッティはペッパとジョージの大好物です。さてスパゲッティはどこかな。あそこにあるよ。こっちよ。スパゲッティ、ほらマミー、スパゲッティがあった。よく見つけたわね。じゃあそれをカートに入れて。はいマミー。ピーゲッティ。ジョージ、違うよ。スパゲッティだよ。ピーゲッティ。ペッパ、次に買うものは何？ポテトチップス。ポテトチップスは書いてないよ。ポテトチップスはお家にあるでしょ？もう一度当ててごらん。ダメだ。思い出せない。ジョージは覚えてる？ダイナソー。ダイナソー？ジョージ、ダイナソーはスーパーには売ってないのよ。違うよジョージ、次に買うものは玉ねぎだ。玉ねぎ、そうだった、思い出した、ここにあるよ。よくできました。1、2、3、4。玉ねぎ。よしいいぞ、あと少しでお買い物は終わりだな。残っているのは一つだけね。鉢植え？書いてあったかな？違うよジョージ、もう一つのお買い物はフルーツだ。いいのよジョージ、あなたがフルーツを選んで。フルーツはどこかしら？あっちよ。の人形劇。今日はアンクルピックとアンティーピック、いとこのクロエの家に行きます。きっと今日もアンクルピックはランチを食べた後に居眠りするんだろうな。ダディピック、自分のお兄さんをそんな風に言わないの。それに子供たちの前よ。本当のことだろ、アンクルピックはいつもランチを食べ過ぎて居眠りするんだ。こんな風にいびきをかいてね。なあペッパー、ジョージ、今ダディが言ったことは内緒だぞ。はい、ダディ。アンクルピックとアンティーピックの家に着きました。アンティーピック、アンクルピック、いらっしゃい。みんなよく来たね。いや、元気かい兄さん。アンクルピックはダディピックのお兄さんで、クロエはペッパとジョージのいとこです。こんにちは、クロエ。こんにちは、ペッパにジョージ。見せたいものがあるんだ。待って待って。見て、これ人形劇のステージよ。うちのパパが作ってくれたの。うわ、お人形は私が作ったの。このお人形はクロエよ。こんにちは、私はクロエピック。でこっちは私のパパ、アンクルピック。やあペッパ、私はアンクルピックだ。クロエ、私たちもお人形さんを作ってもいい？いいよ。クロエが人形に目を描きます。お口描きたい。どうぞ。私はペッパよ。ジョージ、あなたはどんなお人形を作りたいの？ダイナソー。え、ダイナソー？ジョージはね、いつでも何でもダイナソーっていうの。わかった、怖いダイナソーを作るね。クロエがダイナソーの人形を作ります。歯はトゲトゲよね。できた、怖いダイナソーだよ。ガー。みんなランチよ。今行く。ランチの後に人形劇をやろう。わーい。アンティーピックがスパゲティを作ってくれました。このスパゲティ本当に美味しいな。最高のスパゲティだな。二人とも同じこと言ってる。やっぱり兄弟よね。それ似てるってこと？全然似てなんかいない。これからペッパとジョージと一緒に人形劇をやるのよ。あら素敵、用意できたら呼んでね。後でね。人形劇か、
楽しそうだね。おかわりする時間があるといいんだけど。おかわりはまだあるかな。人形劇の始まりです。こんにちは、私はクロエ。私はペッパよ。ガーキャー、ダイナソーよ。怖いダイナソーよ。キャーガー。あらまあ、とっても上手ね。ブラーボー。私はアンクルピックだ。こんにちは、アンクルピック。やあペッパ、ほうほうほう。あなたにそっくりね。私のお腹あんなに大きくないぞ。ほうほう、うまいランチだったな。アンクルピック、これから居眠りをするんでしょ。それでいびきをかくんだよね。どういう意味だい。ダディが言ってたら、アンクルピックはいつもこんな風にいびきをかくって。ほうほう、あ、その通り、いつもこうなんだよ。もうダディピッグ、あなたがあんなこと言うからよ。ダディピッグもアンクルピッグも聞いてないみたい。ダディピッグとアンクルピッグは居眠り中。本当によく似てること。ん、どうなった。ん、人形劇はいつになったら始まるんだ。